現在は総合試験の大会でも活躍されています。1993年には日本テレビでプロ野球中継で作る果てしない夢の方に寂しく作曲され、当時の長嶋茂雄監督もゲストボーカルとして歌っておりました。本日は当時の気持ちのままジャイアンツにエールを送っていただきます。